トリプルルッツール。よし、はい。ダブルアップ。これも決めた。こんばんは。アルベールビルオリンピックは13日目に入りました。フィギュアスケート女子シングル、伊藤みどり選手はオリジナルプログラム4位のスタートとなりました。後ほど解説を加えましてお伝えしていきます。はい、また新種目のスケートのショートトラックとして時速200キロを超えるスピードスキーのご紹介もします。はい、そしてアルペンスキー女子の回転も始まっています。そして今日のゲストをご紹介します。この方です。ファッションデザイナーの山本寛さんです。どうぞ。こんばんは。こんばんは。どうぞ。どうぞ。こんばんは。よろしくお願いします。はい。冬のスポーツはどうなんですか。どっちかと弱いです。夏の方が強いです。はい。あ、そうですか。例えば夏だと。スピードボートやってます。海の上の速いボートです。流線型のボートですか。はい。はい。あとダイビング、その他はもう全く自由です。今回この冬のオリンピックどんなふうにご覧になってますか。どういうところを見てらっしゃいますか。今まででですね、私の人生の中で一番きっちり見てます。なぜか言いますとね、はい、朝だいたい早起きで、6時頃にはもう外へ出て運動から帰ってくるんですね、はい、で6時半にこの曲をピョッとやりますよね、はい、それでご飯食べながら、だいたいフルコース8時頃までに見終わっちゃうんですよ。それから仕事で出るもんですから、はい、非常に今オリンピックについて詳しい状態です。ああ、そうですか。はい、ちょうどいい時にいらっしゃってます。はい、ありがとうございますね。そういえば早め早起きなんですね。そうなんです。毎朝ジョギングなさってる。そうです、そうです。だから今頃になるともう寝てますんで、今日はちょっと元気が出るか心配ですけど。冬のスポーツは何かやってらっしゃらないんですか。今、夏が時です、ね。ですから朝方はね、この近所で運動してまして、いつも NHK の屋上のカメラに向かって手振ってます。屋上カメラから、はい、いつか食べないのかな、ショッキングピンクだとか聞きまして、はい、本当から分からない。今日ですね、はい、ファッションデザイナーの目から見たオリンピックを伝えていただきたいと思います。分かりました。後ほど、はい、よろしくお願いします。はい、さあ、それではもう一方ゲストを紹介しましょう。インスブルック、それからレイクプラシッド女子のフィギュアスケートの選手でございました、出場選手でございました、田辺恵美さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。いよいよ女子のフィギュア始まりましたね。もうなんか半分終わってしまいましたね、今日でね。オリジナルプログラム、はい、ね、はいはい、もうドキドキしながら、もう伊藤みどりちゃんの気持ちというのは本当にもうどういう心境かってことは、私がちょうど12年前と同じ失敗を起こして、今の彼女の心理状態もすごくよくわかるんですよね。ショートプログラム、オリジナルプログラムで一つのミスがもうメダル取れるか取れないか、今の彼女の気持ちっていうのはもう大変やっぱり申し訳ない、みんなに迷惑かけたな、でも自分のために頑張らなきゃなっていう複雑な心境がいっぱいで、きっとフリーに臨むと思うんですけども、でもね、せっかくのオリンピックなんで楽しんでほしいなと思います。最初調子良かったんですよ、ね、で練習途中からなんかあんまりうまくいかなくなったと報道を見ますけど、やっぱり練習の調整がね、開会式から女子のフリーって毎回そうなんですけど、はい、後半なんですよね。それでその調整具合が今回やっぱりピークをずらしてしまったみたいで、初めのうちは良かったみたいなんですよね。はい、それじゃあアルベルビルのに福島さんがね、はい、いますんで、ちょっと呼んでみたいと思います。福島さん、競技前の伊藤選手の表情、どんな風だったんでしょうか。そうですね、私も会場に行っていたんですけれども、非常に練習の時から表情が硬いなというのは観客席からもよく分かりました。そして何か心に引っかかるものがあったんでしょうか、少し滑っては何度もその山田真知子コーチのもとへ行ってアドバイスを受ける姿が大変目立ちました。それではその伊藤選手にとって4位という苦しいスタートとなったオリジナルプログラム、その模様をご覧いただこうと思います。メンバー
今月6日にアルベールビルに入り調整を重ねてきた伊藤。1週間前の公式練習では完璧ともいえる仕上がりを見せましたが、ここに来て調子は下降気味。想像を絶するプレッシャーが重くのしかかります。22歳の伊藤に比べてアメリカのクリスティー山口は20歳、フランス期待のスリアボナリーは18歳、伸び盛りの若さが武器です。伊藤の最大の武器は3回転半のトリプルアクセル。ところが試合当日になって朝の練習でトリプルアクセルが全く決まらない事態に直面しました。予定通りトリプルアクセルを飛ぶか、それとも山田真知子コーチと共に苦しい選択を迫られました。29人が出場したオリジナルプログラム、1番手に登場した佐藤由香は素晴らしい演技を見せます。両親ともオリンピック選手だった佐藤、本人も90点と振り返る内容で7位と大健闘しました。伊藤のライバルの一人、アメリカのナンシー・ケリガン。去年の世界選手権では伊藤より上位の3位に入っています。ケリガンはジャンプもそつなくこなし、ノーミスで演技を終えました。そして優勝候補のクリスティー山口、去年の世界チャンピオンです。曲はヨハン・シュトラウスの美しき青きドナウ。ジャンプ、スピン、ステップシークエンス、決められた要素を優雅な演技に織り込み観客を魅了します。山口は技術点のエレメンツ、芸術点のプレゼンテーションとも満点に近い得点をマーク、断然トップに立ちます。伊藤は20番目の登場です。ジェラシーのメロディーとともに2分40秒の演技が始まります。オリジナルプログラムで悪くとも3位を確保するにはノーミスが絶対条件です。開始から30秒後に最大の見せ場を置いていました。この日の伊藤にとってコンビネーションジャンプで3回転半のトリプルアクセルは危険が大きすぎます。トリプルアクセルよりランクを下げてより確率の高い3回転のトリプルルッツ、これが伊藤の決断でした。コンビネーション変えたのもやっぱりミスが一番いけないということで、まあ、調子いい方でいくつもりでしたのでルッツにしたんですけれど、ミスしてしまったのでミスは許されないオリジナルですので、よくなかったです。後半はよく持ち直しましたが、転倒が響いて技術点が伸びません。
開会式で選手宣誓をしたスリア・ボナリーはクリスチャン・ラクロアがデザインしたコスチューム。自信を持つジャンプを成功させて自力優勝を狙える3位につけました。トップは山口、2位にセリガン、伊藤は4位と金メダルの可能性をわずかに残しながらも苦しいスタートになりました。フリーに出場する選手たちは明日午前中に最後の調整を行って本番に挑むことになっています。また後ほどアルベールビルからお伝えします。はい、やっぱジャンプしたかったですね。そうですね、ここで失敗しちゃうともう点数を減点するしかないんで、うん、もうやむを得ないことです ね。さあそれではですね、その伊藤みどり選手、それからクリスティ山口選手、南市2位に入りました南市ケリガン選手のですね、はい、分析をちょっとお願いしたいと思います。まず伊藤みどり選手です。ここなんですけど、トリプルルッツのコンビネーションに入る前、はい、クロスを2回しか踏んでないまんま入っていくんですね、はい、で着地するまでのそのスピード感はあったんですけど、降りた時には体が前向きになってしまってるんですね、はいはい、ということはターンをしすぎてしまった、これが去年ラリック杯、11月に開かれて見事にクリスティ山口、ボナリを抑えてのチャンピオンだったんですけども、うん、この時はトリプルからトリプルのコンビネーションを見事決めて、なんとこの後にも、あ、ここがすごいですね。まずはこの足を見てください。着地するときに右の方はきちんと、エッジに乗ってて、左の方は、かかとの方に完全に乗ってしまってるんですね、ほんの着地の一瞬なんですね、もう体も前の方に向いてしまってるし、はい、これが去年の時はちょっと入り方もね、昨日とはちょっと違うんですけども、はい、うまくこれは3回転きっちりと決めた時の手の位置を見てください、チェックをきちんとしてるんですね。これはスケート用語でジャンプを降りる時に確実に降りるためにチェックするんですね、左手をチェックっていうのは、この左手を左手を前に出すってことがチェックって言うんですね、バランスを取るとかこういろいろあるんですよね、まあ、着地をうまくそのまんま、チェックして、その後にトリプルトーループを昨日の技よりももう1回転増えてるんですね、さて、本来であればコンビネーションを変えてなければこの技を昨日決めてたはずなんですけども、VTR の方お願いしたいんですけど、ちょっとあれですかね。次は1位になった山口選手ですね、はい、クリスティ山口選手の方を、見ていただきたいというふうに思いますが、お願いします、はい、クリスティ山口世界チャンピオンオリジナルプログラムです。私はこれ今日見まして決していい、はい、あのジャンプではないんです、あのこのトリプルルーツ同じ伊藤美穂選手が飛んだものですけど、ちょっと前かがみに立って、ね、笑顔がでもいいですよね、こういうところがうまいですね、はい、こうなんか余裕のある表情を見せてますね、はい、山口選手どんなところがいいのかちょっとまたもう一度ですねゆっくりと分析してみたいと思います。どうぞ、はい、私はいいというよりも、このトリプルルッツはもうギリギリに抑えてるんですね、回転は3回転きれいに飛んでるんですけど、ちょっと前向きになってかなりこれはあのガンドリジャンプなんですね、でも左手がきちんとチェックされてまして、そのまんま2回転のダブルトーループに入って笑顔がついてるんですよ。あ、なるほど、はい、こう伺ってると本当にその次の体勢に入るためにもこの手の振り方動きっていうのは大切なんですね、まあ、私たちはやっぱり、あのバランス取るときに手しかないので、あのエッジの細さこれしかありませんから、もうあとは手で飛行機のようにこうバランスを取らなきゃいけないものを、今日の伊藤美織ちゃんはやっぱりあの着地したときにも完全に体が開いてしまったんですね、っていうのはあのずっと3回転半の練習を続けていたものを直前になって変えたってことは、その分力も入ってしまったと思うし、あの緊張感の中でさあやるぞっていう時にやっぱり
回転数をちょっと多く飛んでしまったみたいな、飛びすぎてしまったなんてなんか残念な感じがしますね。さあ今回今2位に立っています、はい、まあ、副兵といったら悪いかもしれませんけども、はい、ランシー・ケリガン選手、はい、こちらをご覧いただきましょう。アメリカの彼女はもうオーソドックスなんていうんでしょうかね、こう、綺麗なジャンプの飛び方、これはトリプルルッツダブルトーループ、うん、もうあのルールブック通りっていうのか、で私は気に入ってるところはこの足のあの綺麗さっていうんですか、はい、このバランスの取り方、はい、そんなあのみどりちゃんのようにエクサイティングなようなね、うん、ハラハラドキドキするような演技ではないんですけど、とっても綺麗なんですよね。ダブルアクセル、このダブルアクセルも降りてからの着地の形がものすごく綺麗で、スピンも綺麗にまとまってますね。昨年度の世界選手権では第3位ということで、まあ、メダルの確率は今2位ですから高いんじゃないかと思うんですよね。クリスティ山口選手もこのケリガン選手もかなりこう芸術性というか優雅さがあるんですけれども、うん、山口選手の方が上回ったそのポイントっていうのはどういうところか。まあジャンプの確実さっていうものももしかしたら山口選手の方があると思うんですけど、はい、でもあの結局ね、伊藤みどり選手っていうのはジャンプ一個一個取りますと世界一なんですよ、はい、もう高さ66センチ飛ぶ、うん、3回転半も決める。でもフィギュアスケートっていうのは一個一個じゃないんですよね、やっぱり4分、次のフリーは4分間の演技の、はい、そのつないだものを全部全体的に見て一番4年の一度の女王様が決まるっていうね、大変にやっぱりファッション関係と似たこう全体のやっぱりそのシーズンの綺麗なものが1位になるっていうのと一緒で、だからもし3回転1つ決まっても他失敗したらこれは芸術点に大きく響くし、でもあの技術点は3回転半っていうものに重みをつけてしまうんで、ジャッジたちも大変にあのどっちに点数を出すか、みどりさんみたいに今日点灯してもらうとジャッジはすごい楽だと思うんですよね。後半のフリーに、とにかく期待しましょう。そうですね、あの、はい、チャンスはまだあの金メダルっていうチャンスはあると思うんですけど、とにかくあのその人にタニア・ハーディム選手がいますんで、うん、日本の方たちは皆さん、うん、タニア・ハーディムさんもぜひ応援してもらうことによってクリスティさんが下に入れば伊藤みどりさんの優勝っていうのが出てきますから。関西さんは、まあ、デザイナーの目から見るとその衣装もね、非常に終わりでしょう。はい、はい、もちろんです、はい、さっきこのスタジオにね、私入らせていただいて、実は打ち合わせで、みどりちゃんの今までの衣装を拝見したんですよね、はい、それがね、あのそちらにございますので、とにかく映りましょう、向こうへ、どうぞ、はいはい、どうぞどうぞ、はい、それでね、いい？お話続けて、はいはいはい、はい、でね、一番驚いたのは、こちらです、身長なんですよ、はい、このデザインよりも、はいはい、で、画面で見たときね、もっと大きいと思ってたんですよ、うん、でこれ今もあの人体ですから足がちょっと長くなってるだろうと思うんですけど、はい、それでもね、このでもみどりちゃん10センチ背がちっちゃい、146ですよね、はい、山口さんという方スマートに見えますよね、だから我々の目で見るとね67センチぐらいに見えるんです、はい、で実際いくつぐらいなんですかね、152センチです2センチか2か4か、そのんなもんですね、はい、皆さんね本当にこう小さくてほっそりしてらっしゃるんだなと思って、で実はですね、はい、伊藤みどりさんが最近の国際大会で本当に着た衣装なんです、はい、これがあのカルガリー4年前のカルガリーオリンピックですね、はいはいはい、これが世界の去年の世界選手権のオリジナルプログラムとフリーで、こちらがフリーで着たものなんです、お借りしてきました。ですいません、お話を、あのね、専門家ですから、もちろんいろいろ思うんです、で今日のもですね、現れた瞬間にね、あ、大人っぽいなっていうのがまずあって、それからお花のアクセントが多いとか、それから秋がですね、前後が同じであるとか、それからなぜもう少しタイツの色がね、パンツの色がなんとかできないかなとか、それから靴でここで白がポコッと横に切られてますよね、はい、などなどの疑問系があるんですよ、はいはい、で結論から言いますとね、あの先ほどの、黒人 のフランス人の方、はい、あの方のデザイナーがラクロワさん、パリのですね、まあ、我々の同クラスなんですけど、ですからやっぱりね、あのオリンピックの仕事の時はやっぱ我々クラスのあのデザイナーに仕事頼まないと、細かいことでどうのこうのアドバイスでもね、始まらんっていうのが正直な意見です。うん、はい、もっとこうなんて言いますか、細かいデザインよりも大胆にこうアピールするものとか、そうですよ、歴史を言いますと、はい、札幌オリンピックのジャネット・リンの時代っていうのは、真珠1個
手首についてただけなんですよ。真珠1個が、それも偽物のパールだと思うんですけど、うん、それが今となるとこれでも地味っていうぐらいに選手たちはものすごい派手な衣装を着てるんですよね。まあ、私その派手だけがね、いいと思わないんですけど、はい、さっきあの練習風景で、はい、あれすごく新鮮に見えましたよね。練習の、ね、衣装がかなり新鮮なんですね。私も全くそう思ったんですけど、ですからあの根本的にね、このコンセプトの立て方、つまりあの踊りの振り付けから、それから踊る先ほどの方向から、それからファッションからっていうのはですね、トータルでやっぱりこうエネルギーを合わせていった方がいいんじゃないかと思うけど、ちょっとエスカレートしすぎちゃってるのかもしれないね。パンポールをバーッとつければね、お花をいっぱいこうつければいいとかね。でも最近ちょっとあの靴のことさっき言いましたけど、はい、ベージュ色の靴が流行ってるんですよね。なんか勝田さん、今回のオリンピックではソビエトのアイスダンスのフェアの衣装が、すごくいいのがね、良いほど、はいはいはい、加えていきましょうか。はい、どこがいい、この二人のね、まず感電がいいですよね。はい、よろしいですか。はい、それから女性の方のタイツの色合いがね、非常にこうぼかしになってますよね。で靴の色まで自然に溶け込んでるじゃないですか。ですからこの全体でもって一つの訴えを出してますよね。はい、だから私の目から見たら相当デザイン高い、それがなんとロシアの人でしょ。よう頑張ってますよね。あ、これもロシアの、あ、そうですよね。オリジナルのものですね。これはですね、私このカップルのもう一つ種類があったんじゃないかと思うんですけど、二人でもって非常にこう言いたいことを言ってると言いますか、まあ、押し村くんは女性のあの足の肌の色が少し生だなと思いますけど、男性に比べてね、はい、タイプとしてね、かなりでも凝ってますよね、あちらのソ連の方たちの衣装はね、よくできてますね、本当にね。だから彼らは物がないはずですから、ひょっとしてヨーロッパで注文して作ってらっしゃるかもわかんないけど、さすが芸術の国だなっていう感じね。まあ、とにかく、今度のフリーではですね、伊藤選手どんな衣装か私わかりませんけれども、楽しみですね。はい、で頑張ってほしいと思います。はい、どうも渡辺さん、今日はありがとうございます。チャンスがありますので、ぜひ皆さん、はい、来てください。渡辺さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。